宮崎松木、宮崎松木、宮崎松木、1900年、明治33年1月10日から1972年、昭和47年6月14日は、日本の医学者、国立療養所菊池警府園の園長を務め、その後インドで、旧来センターを作った。ハンセン病を研究し、ハンセン病患者の治療をした。熊本県八代市ひなぐ町を生まれ、 第五高等学校学生時代、ハンナ・リデルの海春病院に行きハンセン病に興味を持つ。京都定大を経て、大阪赤十字病院外科部長。1934年、昭和9年九州療養所所長。本名寺事件、辰田良事件などに関与した。1951年、昭和26年の参議院に参考人として招かれ。 三田健介と共に隔離政策の強化を主張した。批判を浴び、後に発言を取り消した。しかし、国立療養所菊池系風園、九州療養所が解明したでは入所者数は増加し続け、彼が辞職して初めて減少に転じた。学問的には、戦争トライを研究し、戦争中来を発病した場合は、結核を発病したと同様な取り扱いとさせたのは、 彼の功績である。菊池警風園を拡大し、来研究所の分室を作ったが、あまり予算を取ったので他の施設からよく思われなかった。1958年、昭和33年、警風園退職。その後、JALMA、ジャパン a プロシー・ミッション・オブ・アジアを設立、インドのアグラに、来センターを作り、援助活動をした。日本航空ニューデリー墜落事故で殉職。 宮崎松木は戦争トライに関して研究していて、その代で1947年、昭和22年の経営園で行われた来学会で特別講演を行った。それは1948年、昭和23年のレプラ氏の最初の論文となった。宮崎は戦争前より軍人と合体について研究し、陸海軍省に合体を結核と同様。 軍務期因性疾患の認定性よと訴え、認められた。すなわち雷を発病した軍人は、恩急法上、結核を発病した場合と同じ取扱いを受けるようになった。また、軍人専門の療養所の必要性を訴え、その結果、少尉軍人するが療養所、現国立するが療養所が設置された。宮崎は、 菊池系夫院に入所したハンセン病を発病した軍人王について発病にどういうストレスが作用したかを研究し一部を上がれば146例中過労50例アメーバセキリ12例寒冷11例不明40例特に入営6ヶ月以内が発症が多いと述べ感染症でもストレスが影響したと主張したということは大も感染症としては普通の疾患であると 考えていた。1940年、昭和15年7月9日に、本名寺ハンセン病集落の患者の強制収容が行われたがこの事件を、本名寺事件という。この事件の意義としては、村井県運動とするものや、来たるべき戦争に備えてという考えもある。また、収容された患者の大部分は他の療養所に送られたので、 本名寺集落と九州療養所の腐れ縁を断つという考えもある。患者の輸送に関して、翌年の開春病院患者の収容を考えていたという説もある。1927年、昭和2年の療養所長会議、内務省における療養所長から出された議題に、来週合知の整理とあるので、このことは相当前から検討されていた。 本名寺ハンセン病集落の問題は重要な問題であった。内田守と塩谷総一郎は本名寺集落を実際に調査し患者からも相当信用されていた。患者6名が九州療養所に入所を希望したが宮崎が反対したので愛生園に2人で連れて行った。その時塩谷は初めて三田と会ったという。その後の療養所長会議で 本名寺集落の強制収容は正式に決定された。収容された患者の一部は落千園の特別病室に収容された。別名黒上公事件。国立療養所菊池警風園の保育園は、海春病院の閉鎖後の跡地、二田九2941年、昭和16年に移動した。菊池警風園のハンセン病患者の子供。 いわゆる未完染児童が58名、幼児26名、小学生23名、中学生7名、高校生2名がそこに住むことになった。そこでは学校の教師はわずか1人であり、教育は大変不満足なものがあった。京府園園長宮崎松木屋、事務長は13年間粘り強く交渉して、学童生徒を一般の小学校中学校へ通学するようにした。 1954年、昭和29年に、黒上小学校に通学できることになったが、同校 PTA の一部のものにより、入学が阻止された事件である。小学校新入生4名が、熊本大学皮膚科を受診、1名が洋館札となった。1年間、同校区内で紛糾を重ね、自主授業や集会などが繰り返された。調停を行い、熊本将大。 山崎盛雄学長が3人の児童を引き取り、通学させることになる、一応の解決を見た。この事件は、黒上高区 PTA 会長による政治絡みの事件で、同じ高区の桜山中学ではこういう事件は発生していない。その後立田寮の児童生徒は、児童養護施設や、親戚に引き取られ一般の小中高校に入学した。 熊本地方法務局の調査によると、同じ条件の保育園では、このような事件は起こっていないという。この事件は相当しこりを残した。京都大学同級の木村清明誉教授は、最初は、ライオンズクラブ全国大会で、同級生の平沢京都大学総長が、宮崎松木の悲願を達成させようとの名演説から、始まると、書いている。城材の寄付が集まり、 資金が集まった。第五高等学校出身の二人の首相も力になった。インドのあぐらに作られたインド旧来センターも幾度か危機が訪れた。インド政府も一度唐突に観光地であるから建設に反対であるという申し入れがあったが、日本における大感上に問題が起こるという申し入れをした。発足後、宮崎博士の殉職もあった。日本が建設したこのセンターは、 電子顕微鏡など優秀な機械が多数備え付けられていた。その後、1976年、昭和51年末インド中央政府保健省直轄に移管された。この経験は後日、大国にハンセン病研究所を寄付した場合にも活かされた。軍人恩給について1937年の主張が認められた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。